で正しい歴史認識をするのは非常に難しいものですから、外堀をちょっとお話をしたいと。これは日本人っていうのは一体どういう特性があるのかっていうものの一つの話なんですね。一段面ですけども、非常にアジアでも特別な人なんですよね、日本人っていうのは。それがまたアジアの多くっていうか、まあ、中国とか朝鮮の人に理解しにくいところがあると思うんですね。まあ、ここに福沢諭吉、神田公平ってずっとですね、人の名前を並べました。杉田玄白なんかはご存知だと思いますが、その下に、解体新書、蘭学ことはじめ、科学入門、理科日記ってずっとですね、今度は本の名前を書きました。別にこの人たちばかりじゃないんですが、私がある昔ですね、今から15年ぐらい前にある著作物を書いたときに、徳川の終わりから明治の初めにかけて、オランダ語を訳した解体新書なんていうのは非常に有名ですけども、その他にもですね、随分多くの人たちが盛んに英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語の書物を訳したんですね。日本語に訳したんですね。これはおそらく私の調査によるとですね、アジアでも日本だけだと思うんですね。普通の国はですね、実はそんなおせっかいなことを他人に役に立つようなことしないんですよ。英語が読める人は英語が読めるというのを武器にするんです。オランダ語が読めるという人はオランダ語を読めるというのを武器にするんですね。特に翻訳者は別ですけども、これはほとんど数学者とか医者とか物理学者とかそういう人たちなんですね。そういう人たちが自分の知識を利用して、それを多くの日本人に読んでもらおうと思って翻訳をする、こういうお人よしな態度っていうのはですね、これ日本人独特なんですよ。まあ、日本に住んでますとね、まあ、お人よしであるってことは当たり前で、まあ、国のために自分がオランダ語ができると、医者でもあると、じゃあ解体新書を訳そうかとかですね、私は物理学者で英語もできると、それじゃあ金銀成分を書くかと、まあ、こういったですね、考え方に日本人はなるんですけども、そういう民族というのは非常に少なくて、まあ、自分の知識は自分が利益を得るためと、まあ、いうことなんですね。でこれは知恵というものが社会化するか、つまり日本全体にこうするか独占するかという問題であります。ですね、実はこのところ中国とか朝鮮の人に非常に激しい攻撃を受けまして、この前も朝鮮の大統領がですね、アメリカの大統領と日本は正しい歴史認識をしないということを言ったやに聞いてますけども、これある意味じゃ当然ですね。日本と違ってアメリカ人、中国人、朝鮮人そうなんですかね、はですね、自分の知識を自分の得にしようとしちゃうんですよ。そうすると日本人の犠牲的な精神がちょっとわからないわけですね。ですけど私は相互理解のためには、中国人や朝鮮の人はですね、日本の文化というものを考えてほしいんですね。やっぱり文化っていうのは相互理解のために大切なんですね。一つは日本は天皇陛下が2000年ほど統治されておりまして、変わっておりません。これは日本という国が2000年間、国がひっくり返るようなことは起こらなかったということを示しております。とても平和主義なんですね、日本人っていうのは。で、まあ、かえつかたんで中国人の悪口言いたくないんですけども、言えばですね、歴史家によると、中国の漢東宋元明清の漢の時代、まあ、前漢後漢となりますけども、その時に、漢は人口の半分が殺されたと、まあ、9割という人いますけど、大量に殺されたと言われております。それはこの前の文化大革命でもそうだと言われてよくわからないんですけどね、まあ、2000万人ぐらいすぐ殺されるんだ、なんていう話なんですが、日本では、奴隷制度もありませんし、虐殺もほとんどありませんでした。だから隙があれば殺戮するという文化と、日本のようにで隙があっても優しくするという文化とはちょっと違うんですよね。だからおそらく中国の人とか朝鮮の人が日本を非常に強く罵倒するのはですね、日本人はきっと自分たちと同じだろうと思うからなんじゃないですかね。この私が今解体新書からずっと書いたのは、こういった文化はですね、明治の初め、まあ、ちょうど中国は清の時代の終わり、朝鮮のですね、李氏朝鮮の一番最後の時になかったことはもう明らかなんですね。ですからかなり大きく、まあ、近い国なんですが、
かなり大きく文化が違うんじゃないかと思うんですね。で、文化が違うからといって日本人は優しいですから中国人とか朝鮮人は非難しませんが、まあ、中国人とか朝鮮人もですね、日本の人というのはどういう人なのかと、少なくとも自分たちとは同じではないと、人を殺すってことは非常に少ないと、まあ、今でも日本は10万人あたりの殺人件数が非常に少ないんですけどね、まあ、そういった文化を持つ国なんだということをもとにですね、まあ、日本人の行動っていうのをまあ考えてもらいたいと思いますね。中国における虐殺数っていうと日本人結構やられてるんですよ。中国の人は割合と日本人虐殺数の平気でしたからね、200人単位でよく虐殺されました。それも戦争とか全く関係ない時に、民間の人を殺すということが、まあ、女子供を殺すってことが結構多かったんですね。ですからまあそれもまあ中国では殺すのは当然かもしれませんので、南京で30万人虐殺なんていうのは日本としてはありえないと思うんですが、中国人だったらありえるかもしれません。しかしこの前私朝鮮の大統領とアメリカの大統領の話してるのを聞いてですね、やはりこれ日本人もこのグローバリゼーションの時には優しければ優しいほど攻撃してくる人たちもいるのかなと、まあ、いうふうに思いましたので、日本もそれに対してちょっとは、身を固めておく必要があるかなと、まあ、いうふうに感じました。まあ、天皇陛下の存続については、まあ、日本の中でも随分異論があるんですけども、まあ、日本の国内に、奴隷がいなかったっていうのはですね、本当にこう珍しいわけですね。世界で珍しいんです本当に。これもやっぱり天皇陛下おられた、まあ、平和な2000年を生きたってことですね。2000年というのがちょっと引っかかる人もいますから、1500年って言ってもいいんですけど、そんなことはどうでもいいんですけども、長い間なかったってことですね。それから国がひっくり返れば当然一番上にいる王様を殺されますが、まあ、日本では一回も殺さなかったと、まあ、いうことですね。これも本当に、まあ、日本人の、まあ、心の優しさを、まあ、示しているわけですけども、まあ、それが近隣諸国にですね伝わるかどうかと、まあ、いうことが問題だと思います。今日も私、誰かがですね、日本はこの前の戦争でアジアの多くの国に迷惑をかけたと、まあ、いうふうに言っておりましたが、これもうっかり日本流でですね、日本の優しい言葉を使うのも問題かもしれません。というのは、受け取る側はですね、日本人の優しさという文化を無視して、その言葉だけを聞く可能性がありますからね。まあ、日本人としては、もっとやりようがあったかなと。しかし僕はですね、フィリピンのアメリカ人、インドネシアのオランダ人、インドシナのフランス人、シンガポールのイギリス人を追い飛ばすのに、あれ以外に手があったのかなと思いますけどね。日本軍がアジア諸国にご迷惑をかけた理由ならですね、こういう方法が他にあったと、まあ、いうことをちょっと示してもらいたいなと。いや、日本人ですよ。外国人じゃなくて日本人でそう言ってる人に示してほしいなと、まあ、そういうふうに思います。